今回は「ダイヤモンドより平和が欲しい子供兵士無理やの告白」を紹介します仕事柄国際協力の本をたくさん読んでいますが児童書として書かれているから大人が読んでも分かりやすいですしかも児童書にしては内容が濃く深い著者がジャーナリストなので一線を越えた取材ができている内容です それがゆえに物語やドラマ映画に慣れている人はラストが若干物足りなく感じますがあくまでも主観を入れずただそこにある事実を追い求めそれ以上でも以下でもない判断は読み手に委ねるという思いを感じさせるので信頼がおける著者だなと思いました一方で行間に取材相手やスタッフの方々への思いやりが感じられ 本ぜひ子どもや大学生にも読んでほしいと思いますちなみに「三経児童出版文化賞」を受賞されているのですね以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします